日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷地域菅生菅生は、岡山県倉敷市倉敷地域の倉敷旧市街と中小地区の北に位置する地区である。倉敷市の北部にあり、ほぼ旧筑母郡菅生村域にあたり、倉敷市立菅生小学校の学区である。生坂、西坂、三田、朝原、西岡、宮前、勇す青江からなる。本校では、 つくぼ菅尾村についても述べる。1889、1951年3月28日に、倉敷市に編入合併した。国道429号の総社市山手との境界に、ある山陸周辺には、西坂大団地、戦坂ハイツ、菅尾団地などの大型マンモス団地が造成され、人口が急増。また、山陽自動車道開通に伴い、 暮らしキインターチェンジが開設され、自動車交通の要衝として、交通量も増大した。その後も、幹線道路周辺を中心に、宅地造成が盛んに行われ、郊外型のベッドタウンとして急増するとともに、農地が減少した。もともと、稲作や、いぐさ、野菜などの均衡型農業が盛んな地であり、特に夏場に、夕安周辺で見られる。 水田への用水確保のために、用水路に設置される水車の風景で知られていたが、その存続が危ぶまれた。しかし、一部住民による景観を維持、保存しようとする活動により、以前より減少したもののその光景は健在である。地名は、当地に鎮座し、縁起式内社の菅尾神社の有力論者となっている、菅尾神社に由来する。地域北部は、福山丘陵がそびえ、 総茶室との境界となる。中南部は岡山平野の一部となる平地が一面に広がる。南部は道志万寿東部は中小、小、西部は中須と隣接する。中小駅を中心とする駅前市街地は一部が当地域内の三田にも広がっている。古くは当地は古代の久保屋郡アチザとであったとされる。その後、万寿省、アチ国来、 小などの小園の一部であったと言われる。当地の南部は、キビの穴海と呼ばれる海域であり、当地南部の海域は特に、あちの海と呼ばれ、当地は、海岸地帯であった。当地の東方は、当時総社市あたりで分岐した高橋川の西派側の河口であり、東方は、総社市で分岐した東派側の河口と現在の、林間大地との間にあった帯え海峡となっていた。 戦国時代後半に、浮田秀家の命により、家臣の丘と四角が指揮して、干拓事業が行われ、陸地が南方へ広がり、当初であった、現在の鶴形山などとつながった。また当地は、中世には青江派と呼ばれる東高の一派の拠点となり、近世には岡山藩四藩の戦坂藩の拠点となった。当地の主要産業としては、かつては農業として込め、 イグサ、小麦などがあり、また畳表や花園などのイグサ加工品も多く生産されていた。しかし現在は大幅に衰退している。福山丘陵南陸の丘陵地では、ブドウなどの果樹栽培もされている。現在、倉敷旧市街に隣接する一帯には、東西に走る都市計画道路を見た五軒や海岸通線沿いの北浜から平田交差点の間にロードサイド店舗が、軒をつらげ、ね、 特に郊外型飲食店が多く外食通りの様相を呈している。また、田園地帯を挟み、三田五軒や千円線、古代の久保屋郡あちざとの東部であったとされ、東あちとも呼ばれていた。隣接地の西坂の現土地区には、備中国久保屋郡東あち村、慶安2年8月13日との刻印のある、日練習関係の石碑が残っている。当地は、 古代に西部と呼ばれる部民の居住地であったとされ、後世に戦いを変化したものと言われる。戦国時代、天正十年の高松城水攻めにより、所領が清水市から浮田秀井へ移る。慶長五年には浮田市から小早川秀明に移り、岡山半領分となる。しかし、小早川家断絶に伴い、池田氏が領主となる。漢文十二年。 池田輝正第二子の正こと,と三つ子の輝き録が、それぞれ分家し、市販を立販。備中南部を領有した。当地は、池田明六の所領になった。正こと領分も、輝き録領分も共に、岡山神殿藩を名乗り、また領地内に陣屋を設けず、藩主は岡山城下に居住して、藩生一切は岡山城で処理し、所領の当地に当たった。 明治2年の藩籍紀崩壊を経て、翌明治3年に1月に、明治新政府の新地方行政制度により、当地の人員ののメインの境内に陣屋を設け、戦阪藩を名乗った。明治4年の廃藩地権により、戦坂県となり、陣屋が県庁となる。その後、県東合により、小田県を経て、岡山県となる。西隣の西坂との境界付近を南北に国道二十九号が、 通過、また東西に、山陽自動車道が通過し、西坂内であるが行く坂にほど近いところに、倉敷インターチェンジがある。北部は、福山に続く丘陵がそびえ、総社市山手と接する。その丘陵の南西六に行く坂ハイツの大型団地がある。幹線道路から離れた中東部には、農地も多く見られる。元は、上記の行く坂村の枝村であり、行く坂の西隣に位置。 漢文12年に、戦村ともに、岡山神殿半領分となり、明治に至った。明治13年に、戦村の枝村から、独立村となった。明治22年に、周辺郷村と合併し、菅尾村が発足すると、同村の役場が、当地に置かれた。現在も当地には、菅尾小学校や菅尾幼稚園、JA 支所、駐在所などの主要施設が立地する。 さらに、東部の行坂との境界付近を南北に国道429号が走り、また当地を東西に山陽自動車道が通過し、さらに倉敷インターチェンジも立地している。また、北方の福山丘陵には、総社市山手とまたがって西坂台団地、南独には菅尾団地などの大型団地が造成されている。かつての枝村だった小村は地域の中心。 交通の要衝として大きく変貌した。菅尾の最東端に位置する。福山丘陵の南麓に古くから集落が発達しており、その南の平地に農地が広がる。東隣となる、小地域にある松島に鎮座する五座八幡宮の極殿として、長田の、長田、平田の三つの田が置かれたことが、地名の由来とされる。近世は、幾坂や西坂同様、 岡山神殿半寮であった。中小地区北部に中小駅があり、さらに旧国道2号が通過するため、その一部と周辺の市街地が、当地の南部にまで広がっている。菅尾の中北部に位置し、福山の南麓となる。古刹、安陽寺の門前町として発達した古い集落を中心とした山間いの地区である。近世には岡山半寮群であった。備中村間には、 437国4と4小石の国高が記録されている。平安時代に当地に朝原寺という大寺があり、その門前集落が起源で、地名もその寺に由来する。延元元年の福山合戦の時、朝原寺は参加の書房と共に足利方の宿営に当たった。しかし、出発の際に焼き払われて、微射門堂和弘のみを残すのみとなった。後年に、 松寺の安陽寺が浅原寺席に移ってきて、須佐野を神社に奉仕し、また美写門堂に残った四十余りの木造を合示した。略往年間に浅原から浅原に表記を改めているが、浅原寺消防が理由とされる。地域には、安陽寺、祇園宮、浅原大教会、天皇池、浅原温泉などの史跡、名称が多く、かつては倉敷の奥座敷として、 四季を通じて訪れる人が多かった。安陽寺からは平安期の京塚が出土している。戦後、日当たりの良い南斜面を活用した露地ぶどう栽培が盛んになった。菅尾の中部に位置する。古くはあちの海に望んでいた沿岸地帯であった。かなり早期から人が住んでいたようで、当地の行岸院の近くには縄文時代の貝塚が発見されている。 南面の提地の大部分は近世の開殿である。当地はかつて国来省と呼ばれた。当地域内にある15位の社格の神社である菅尾神社の車両となっていたことが由来で5位の省が変化したものとされる。近世は岡山藩領分で岡山藩関英図では1073国二都発祥との記載がある。最終国高は 1460国7と発祥であった。また、枝村として、西村、女安村があった。明治になると国来、小村は、枝村に村を合わせて国来小倉村となり、菅尾村を経て、倉敷市となると、国来小倉村域を三区画に分離した。かつての枝村だった、雄安村域を、雄安、同じく西村域を宮前へ、そして九州小村域の当地を西岡とした。 福山丘陵の南尾根が、当地の西寄りに長く、南方に入り出すようになっており、これが、地名の由来とも言われる。菅尾の中南部にあたり、上記、西岡の南部に位置する。元の国来小倉村の南部である。前述の通り、かつては、あっちの海の海域であったが、中世、現在の砂欠の上山から奥戸井の間にあったと、される古川を締め切ったと推定される干拓で、 陸地化し、当時の国来、省の枝村の西村となった。近世は、岡山半領分となった。明治になると同じ枝村だった、夕安村と共に国来省村に併合された。菅尾村を経て、旧倉敷市となり、国来省は三地区に分かれ、そのうちで、旧西村だった地区を見前とした。地名は、当地が、菅尾神社の南方にあることに由来する。当地南部を東西に、 大型幹線道路が造成され、道路沿線を中心に、郊外型店舗が多く林立。花の町団地などの宅地造成も多くなされ、市街化、人口増が急速に進展した。福山丘陵南六、菅尾地域内の西部に位置し、JR 白尾線のすぐ東側となる。元の国来小西部であった。近世以前は前日の国来、小の枝村の夕安村であった。 江戸時代は、岡山藩領に属す。明治になり、枝村の勇康、西村二村が国来小倉村に併合されたが、菅尾村を経て、旧倉敷市となると、国来省は三区分され、そのうちの西部の旧助康村域を勇康とした。演起式内社の菅尾神社の論者である、菅尾神社が、当地に鎮座するが、昔に一度廃滅しており、社地だけが残存していた。 しかし法歴4年に再建され、さらに雄安村神社であった姫大神社を愛、い、殿として祀った。当地は中世に周辺で活動していた、備中青い東工の一派の拠点の一つとなっていたと言われ、その中の名工の名前が地名の由来とされる。夏季になると、当地では水田に水を引くための小型の水車が用水路に多数設置される。宅地造しく、 また工作放棄地の増加などによる農地の減少により、その風景の消滅が危惧されたが、近年はその風景を保存しようとする向きもある。元は、青江とは、当地北西にある、福山丘陵の一部である、青鉱山に由来する。その青鉱山の周辺一帯の通称として青江と呼ばれていた。明確な範囲は決まっていない。中世の投稿の青江単屋もこれにちなむ。 現在の青江は、現代において、区画整理により、新たに設定された大技であり、由来も前期同様である。菅尾地域の生誕に位置する。この青江のみ、旧中洲町域となり、菅尾村ではなかった。当地区は、平安時代に作成された和名類受賞によると、備中国久保屋郡三和里にあったと推定される。室町時代まで、 平野部一帯は内海に面した干潟で、後に戦国武将の浮田秀家によって作られた浮田ひさげと呼ばれた堤防により、国来省、西坂、生坂、三田等の神殿が生まれ、陸地になった。江戸時代の1672年には、岡山藩の師藩である岡山神殿藩が、篠の名誉に置かれ、周辺を支配した。明治時代になり、三田、朝原、生坂、 西坂、国来、省の村々が合併し、筑母郡菅尾村が成立する。菅尾の由来は、同地区内にあり式内社菅尾神社の論者とされている、古社である、菅尾神社とされる。その後、大正時代には、地区内の水田に灌漑用の水車が登場し、第二次世界大戦後も一面に田園が広がる、農村の時代が長く続いた。 1951年3月28日に倉敷市へ編入合併された後、高度成長期になると、倉敷市街地から車で数分という立地から、車社会の到来に伴って、山沿いを中心に、西坂大団地や、戦坂ハイツなどの大型団地が造成され、ベッドタウンとなる。昭和から平成にかけ、 地区を通る幹線道路網が整備され、宮前などの倉敷旧市街に接する一帯は、市街化が進んでいった。1970年代、三田五軒屋線が、浜の茶屋北交差点から北浜まで開通と、同時期、宮前に分譲住宅地、花の町団地が造成された。そして、同団地の周辺には、次第に、店が増えていった。なお、三田、 幾坂、西坂の平野部は市街化調整区域が多いことから、現在も田園地帯が残っている。青江、雄安地区周辺は、中世に青江派と呼ばれる刀鍛冶が活躍した土地である。美前国の刀鍛冶と並んで名刀を排出し、青江単屋が作る刀は俗に備中刀と呼ばれた。平成25年6月末現在、教育神社仏閣、 その他宗教施設ユースの水車あたり地区は南北に、従環している国道429号が、倉敷旧市街から、総社市、岡山市足森地区、岡山空港へ。さらには、三田五軒野線が、岡山市内から、倉敷市西部へのとして、アクセス道路として、交通量が多く、また、都市計画道路戦下ぶつかし線が開通し、 旧倉敷市街の外環状線としての役割を持っているため、この道路も交通量が多い。加えて、地区内を山陽自動車道が横断しており、北部山沿いに倉敷インターチェンジと東端に、林島支線が分岐する倉敷ジャンクションがあり、道路交通の要衝となっている。ABCDEFG 岡山県大百科、自典編集委員会、岡山大百科自典山陽新聞社なお、 当地には同じクローン社の一つとなっている、天津神,神社も鎮座している。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW 岩津青門、岡山地名辞典日本文教出版社、ただし無人や。大政法官から、大半地権の間にだけ陣屋が設置された、人口月報倉敷市遠隔倉敷市立北、中学校を見た五軒屋線から JR。 山陽本線と岡山県道162号岡山、倉敷線を地下道で交差し、中小団地や国道2号などを結ぶ、菅尾村に関するカテゴリー。ありがとうございます。